サルカニ合戦。著、楠山正夫。朗読、串田千雪。一、昔々、あるところに猿とカニがありました。ある日、猿とカニはお天気がいいので、連れ立って遊びに出ました。その途中、山道で猿は柿の種を拾いました。またしばらく行くと、川のそばでカニはおむすびを拾いました。カニは、こんないいものを拾ったと言って猿に見せますと、猿も、私だってこんないいものを拾ったと言って柿の種を見せました。けれど猿は本当はおむすびが欲しくってならないものですから、カニに向かって、どうだ、この柿の種と取り替えっこをしないか。と言いました。でもおむすびの方が大きいじゃないか。とカニは言いました。でも柿の種は、巻けば芽が出て木になって、おいしい実がなるよ。と猿は言いました。そう言われるとカニも種が欲しくなって、それもそうだな。と言いながら、とうとう大きなおむすびと小さな柿の種と取り替えてしまいました。猿はうまくカニをだましておむすびをもらうと、見せびらかしながらうまそうにむしゃむしゃ食べて、さようならカニさん、ごちそうさまと言って、のそのそ自分の家へ帰っていきました。2カニは柿の種を早速お庭にまきました。そして、早く芽を出せ柿の種。出さぬとハサミでちょん切るぞ。と言いました。すると間もなく、かわいらしい芽がにょきんと出ました。カニはその芽に向かって毎日、早く木になれ柿の芽よ、ならぬとハサミでちょん切るぞと言いました。すると柿の芽はずんずん伸びて大きな木になって、枝が出て葉が茂って、やがて花が咲きました。カニは今度はその木に向かって毎日、早く実がなれ柿の木よ、ならぬとハサミでちょん切るぞと言いました。すると間もなく柿の木にはたくさん実がなって、ずんずん赤くなりました。それを下からカニは見上げて、うまそうだな、早く一つ食べてみたいと言って手を伸ばしましたが、背が低くって届きません。今度は木の上に登ろうとしましたが、横ばいですから、いくら登っても登っても落ちてしまいます。とうとうカニも諦めて、それでも毎日、悔しそうに下から眺めていました。すると、ある日猿が来て、鈴なりになっている柿を見上げてよだれを垂らしました。そして、こんなに立派な実がなるなら、
おむすびと取り替えっこをするのではなかったと思いました。それを見てカニは、サルさん、眺めていないで、登って取ってくれないか？お礼には柿を少しあげるよ。と言いました。サルは、しめた。と言わないばかりの顔をして、よしよし、取ってあげるから待っておいで。と言いながら、するする木の上に登っていきました。そして枝と枝との間にゆっくり腰をかけて、まず一つ、うまそうな赤い柿をもいで、わざと、どうもおいしい柿だ、と言い、むしゃむしゃ食べ始めました。カニはうらやましそうに下で眺めていましたが、おいおい、自分ばかり食べてないで、早くここへも放っておくれよ。と言いますと、猿は、よしよし、と言いながら、わざと青い柿をもいで放り出しました。カニは慌てて拾って食べてみますと、それは渋くって口が曲がりそうでした。カニが、これこれ、こんな渋いのはダメだよ。もっと甘いのをくれよ。と言いますと、猿は、よしよし、と言いながら、もっと青いのをもいで放りました。カニが、今度もやっぱり渋くってダメだ。本当に甘いのをくれよ。と言いますと、猿はうるさそうに、よし、そんならこれをやる。と言いながら、一番青い硬いのを思いで、仰向いて待っているカニの頭をめがけて、力いっぱい投げつけますと、カニは、あっと言ったなり、ひどく甲羅を打たれて、目を回して死んでしまいました。猿は、ざまを見ろと言いながら、今度こそ甘い柿を独り占めにして、お腹の破れるほどたくさん食べて、その上両手に抱えきれないほど持って、後をも見ずに、どんどん逃げていってしまいました。猿が行ってしまった後へ、その時ちょうど裏の小川へ友達と遊びに行っていた子ガニが帰ってきました。見ると柿の木の下に親ガニが甲羅を砕かれて死んでいます。子ガニはびっくりしておいおい泣き出しました。泣きながら、一体誰がこんなひどいことをしたのだろう。と思ってよく見ますと、さっきまであれほど見事になっていた柿がきれいになくなって、青い青い渋い柿ばかりが残っていました。じゃあ、猿のやつが殺して柿を取っていったのだな？とカニは悔しがって、またおいおい泣き出しました。するとそこへ栗がポンと跳ねてきて、カニさんカニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは、猿が親ガニを殺したから仇を討ちたいと言いますと、栗は、憎い猿だ。よしよし、おじさんが仇を取ってやるから。お泣きでない。と言いました。それでも子ガニは泣いていますと、今度は蜂がブンとうなってきて、カニさんカニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは猿が親ガニを殺したから
敵を討ちたいと言いました。すると蜂も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが敵を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。それでも子ガニがまだ泣いていますと、今度は昆布がのろのろ滑ってきて、カニさん、カニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは猿が親ガニを殺したから、敵を討ちたいと言いました。すると昆布も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが敵を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。それでも子ガニがまだ泣いていますと、今度は臼がコロコロ転がってきて、カニさん、カニさん、なぜ泣くの？と聞きました。子ガニは、猿が親ガニを殺したから、敵を討ちたいと言いました。すると臼も、憎い猿だ。よしよし、おじさんが敵を取ってやるから、お泣きでない。と言いました。子ガニはこれですっかり泣きやみました。栗と蜂と昆布と臼とは、みんな寄って、敵討ちの相談を始めました。3. 相談が